皆さんよろしくお願いいたします。私、花丸学習会野外体験部の小川亮太と申します。今日は遊びで子どもの自信を育む親子遊びのポイントということでお話をしていきます。どうぞ30分という時間ではありますが、皆様の何か一助になればと思いお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。早速ですけれども、私の簡単な自己紹介からさせていただきます。私ですね、花丸学習会という学習塾で普段は年長から6年生までの子どもたちを担当しております。大体100人ぐらいの子どもたちを毎週担当しているんですけれども、その中でですね、野外体験というものも行っております。で、野外体験部という部署でですね、例えば夏のサマースクールであったりだとか、あとは冬の雪国スクールであったりとか、そういった野外体験企画の運営等も行っております。今年の2021年度のサマースクールもですね、約6000人近くの子どもたちが参加いたしました。で、これまでにも多くの子どもたちを野外体験の現場で見てきまして、延べ人数でいうと1000人以上ですね。あとは親子企画というのもですね、行っておりまして、親子企画では延べ100組以上の親子の方々と接してきました。で、その中でですね、やはり見てきた中で、遊びに子どもたちの自信を育むヒントがあるなであったりだとか、あとは親子遊びってこういうポイントがあるんではないかなというところですね、見てきたものがあります。ですので、そういった部分をですね、ありのままの部分を皆様にお話しできればと思います。で、私もですね、この6月にですね、子供が生まれました。で、コロナ禍ということもあってですね、もう面会とか、お見舞いとかもですね、すべて行くことができず、で、妻は里帰り出産をしたんです、山形県にですね。で、お見舞いとかもですね、妻の両親が例えば荷物持っていくとかっていう時にも、すべてですね、荷物とかは受付の人に渡すと。で、受付の人が妻に持っていくみたいな形でですね、全くこう会うことができないままですね、こう出産までを迎えまして、出産の立ち会いも今ではならではですね、オンラインで行いました。テレビ電話つないでですね、私はスマホの画面、こう小さな画面越しでずっと見ながらですね、で、本当に定点カメラでモニタリングしているようなですね。で、そこで何かこう気を使った一言が言えるかといったら、全然そんなことはなくですね、もう妻がこう声を出すたびに私がうおーとかですね、言ったりとかっていうふうに、全く無力だったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そんな中ですね、無事に生まれました。で、生まれてからもですね、やっぱりこれ大変で、入院中もだからまず会いに行けないっていうのもあってですね、で、まあ、そのままちょっとコロナ禍がですね、関東の感染者が多かったというところもあったので、そのままですね、こう妻は山形に滞在してまして、私、合計すると半年間ぐらいですね、妻だから実家に帰っていたんです。で、私だから妻とですね、あと子供と会った期間がですね、生まれてからというものをまだ3週間ぐらいしかですね、息子に会っていなくてですね、でもその中でもやっぱり思うのが、我が子ってこれだけ特別な存在なんだなっていうふうにも思います。で、実際ですね、お母様方、お父様方もですね、こう子育てをしていく中で、我が子の存在っていうのはすごく特別なものだとも思います。で、私もまだまだですね、パパ1年生としてですね、これから歩みを進めていくわけですけれども、子育ての面においてはお父様お母様方の方が大先輩でございます。ですので、皆様のですね、そういった部分ですね、私も学ばせていただければと思います。で、同時にですね、私は先ほど言った通り、見たままをですね、お話しするというところでやっていきますので、お願いいたします。ちょっと早速なんですけれども、ちょっと暑いので、ちょっと脱がせてください。でですね、今日はですね、この講演会30分お話ししていくんですけれども、私今日は朝ですね、ここの撮影会場に来る前ですね、電車乗ってきたんですけれども、駅のですね、こう街頭ビジョンがあって、そこでですね、今日の占いって出てたんですよ。私、獅子座なんですけれども、獅子座の運勢ですね、書いてありまして、よかったんですよ。3位ぐらいだったかな。よかった。あ、よかった、よかったと思って、これでちょっと安心して話せるなと思ってですね、一言ポイントって書いてあって何かというとですね、喋りすぎに注意って書いてありました。さあ、この30分間どうしようかなみたいな。あまり喋らずともこの講演会成立しないので、ちょっと頑張って喋っていこうかなと思うんですけれども。で、今日ですね、こちらです。トピックスということで、3つのですね、項目立てました。まず1つ目が子供の遊び分析ということでですね、お話ししていきます。そして2つ目が遊びのメカニズムということでですね、どのようにこのじゃあ遊びで子どもたちの自信を育んでいくかということをお話ししていきます。そして親子遊びは一緒にということですね、もうこのポイントの部分につながっていきます。この3項目で今日お話をしていきます。じゃあ早速ですね、1つ目の遊び分析というところからいきましょう。ということでこちら、どどん、コメディは見た、子どもに人気の外遊びランキング、よいしょということでですね、これだけ元気に私やってますけれども、今この撮影してる会場に私含めてスタッフ3人しかいないので、私が一番大きな拍手してるんですけれども、スタッフ若干苦笑いしてるんですけど、もっと笑ってほしいなと思いますけれども。さあ、ということでですね、こちらです。これ何かというと、今年の2021年のサマースクール、私参加してまいりました。そこで見た子どもたちの、外遊びの時によくやっていた遊びっていうのをですね、ランキングにしました。で、2つのですね、時期に分かれます。子供たちそれぞれ赤い箱、青い箱と言いまして、これ花丸学習会でよく言ってるんですけれども、赤い箱何かというと、一言で言えば幼児期の子供たちです。大体年齢で言うと3歳から9歳ぐらいまでの子供たち。
そして青い箱というのが、思春期と言われる時期の子たちです。11歳から18歳ぐらいまでの子どもたちですね。現場では、大体5年生から6年、5年生からですね、中学3年生ぐらいまでの子どもたちが多かったです。さあ、ということでですね、公開エッティングを見ていきましょう。ということで、まず第3位が、赤い箱から生き物探しということでですね、これ、赤い箱の子どもたち、男の子、女の子も一緒でした。例えば、川遊びとかとなればですね、おたまじゃくしを見つけるとかですね、そういったものもありました。で、第2位です。ここがですね、男の子と女の子で分かれました。女の子はこちらですね、可愛いもの、綺麗なもの集めってことですね。これはもう女子永遠のテーマですね。可愛いものが大好きです。女の子は綺麗なものも大好きです。例えばちょっとですね、こう綺麗なキラキラしてる石があればですね、それを集めてこう並べてですね、コメディ来て、どうしたのつって、綺麗でしょつって、そうだねって。すごい幸せな時間が流れるとですね、いうのもありました。さあ、では第2位の男の子です。これ何が一体入るでしょう。ちょっとこれ予想してみてください。何が入りますかね。予想できましたでしょうか。ではちょっと書いていきます。こちらです。どうぞ。戦と書きました。これ何もですね、戦いをするとかですね、まあ一言で言っても戦いごっこではあるんですけれども、あの子供たち、特にですね、この3歳から9歳ぐらいまでの男の子に大人気です。私もこの夏のサマースクールですね、何人ものですね、男の子たちと戦ってきました。で、戦うときですね、これ顕著に面白いのがですね、全員がもう本当に、一言で言えば赤レンジャー状態です。自分が主役で。よっしゃ行くぞって戦いを挑んでくるっていうのがありまして、で、もう一個ですね、特徴的だったのが、チームでこう戦うみたいなことないんですね。何かというと、じゃあ私とこう言うと、私対子供たち戦うときに、子供たち大体20人、30人ぐらいいるんですけれども、まあ、20人、30人だと、例えば大人だったらですよ。大人だったら、よし、じゃあ10人ぐらい右側の方から回って、で10人ぐらい左側の方から回ってっていうふうにして、で、あとの10人は前から行こう、みたいなふうに挟み込もうみたいなですね、いうふうな考えになるかと思うんですけれども、子供たちは違います。何かというと、ね、30人じゃ全員が一気にわーっと私の方に来ます。これ何かというとですね、この時代なんです。まああとあとも説明しますけれども、このぐらいの時期の子供たちっていうのは他者性というのがまだ芽生えていない時期でもあるので、自分とその目の前の大人とか、自分と先生みたいな関係になってくる。そういったですね、違いが見えてきたのがこの2位の戦、戦いでもありました。そして1位は、男の子も女の子も共に鬼ごっこが大人気でした。さあでは続いてですね、こちらの青い箱ですね。ここからですね、興味深かったのが男の子と女の子でパッくっきりと、分かれました。まずですね、第3位がですね、男の子は泥系、女の子は可愛いもの、綺麗なもの集めてですね、先ほどと根強いですね。で、ここでもですね、違いが見えるんです。泥系ってこと。何かというと、先ほどは、言いましたね、赤い箱の子たちはこの時代なんですよと。まだ他者性がないから、例えばじゃあ鬼ごっことかでもそうなんですけれども、まだ1対1みたいな戦い方とかですね、1対1での遊び方っていうのをしていくんです。一方でこの泥系というのは分かりやすく言えばチーム鬼ごっこですよね。追うチームと逃げるチームでこう分かれて戦っていくみたいな。でそこでもですね、捕まえるときには、よし、じゃああっちから回っていくから、君はこっちから回ってよ、みたいな風にこう協力するプレイが見られるというのが、こういった青い箱の子たちの特徴でもありました。そして2位ですね、女の子がリーダーと遊ぶ。で男の子が生き物探しということで。男の子のこの生き物探しも先ほどと同様です。チームでですね、こう探していくような光景が見られました。例えば捕まえるときには、じゃあこっちから挟み込むから、みたいな風に協力するプレイが見られる。一方でこの赤い箱の子供たちは、同じ生き物を捕まえようとするんですけれども、自分が捕まえたいってなるんです。ですので、じゃあ君はこっちから来てみたいなとかっていうのは、まだ見られない時期なんです。で、女の子のこのリーダーと遊ぶっていうのは何かというとですね、リーダーっていうですね、こう、それぞれサマースクールとかでですね、班ごとこう形成、編成しまして、その班に一人、担当のリーダーがつきます。そのリーダーと一緒に遊ぶっていうのがあるんですけれども、これもですね、実はこういったものっていうのは何かというと、女の子とかよくおままごととかしますよね。おままごととかってこれなぜするかというと、やっぱりこう大人の真似をしたいと。で、大人の真似をすることに、例えば面倒を見たいとかですね、そういった、あとお世話をしてあげたいとか、そういうのですね、いうのが芽生えてくるのが大体女の子、大きくあります。ですので、こうリーダーと一緒に遊ぶことによって、そのリーダーが普段じゃどういうふうに子供たちに接してるかみたいのを学んで、それを真似するっていうところもね、見られるのがこの女の子の遊びの特徴でもありました。さあ、では第1位です。男の子と女の子それぞれ違います。一体何が入ってくるでしょうか。先ほど1位、2位の男の子ですね。これ、戦という戦い入ってきましたけれども。さあ、では書いていきましょう。で、まず女の子からですね。第1位、こちらです。はい。おしゃべりと書きました。果たしてこれを遊びと含めていいのかどうか、すごい悩むところではあるんですけれども、まあ、これはすごくよく見られましたね。例えば、川遊びとかしていてもですね、男の子とか、うわーっと遊んでるところを、女の子はこう石に座ってこうおしゃべりをしてるみたいですね。まあ、それも一つ遊びとしてはありかなと思うんです。ではじゃあ男子ですね。第1位。何があるか。何だと思いますかね、皆さん。じゃあ書きますね。
こちらです。書きました。ギリギリと書きました。これ多分この言葉だけ聞いてもよくわからないだろうなと皆さん思いますので、私ですね、花丸の子供たちが書いた作文の中からですね、これが顕著に現れている作文ないかなと思ってですね、一生懸命探しました。見つけました、一作品。すごくですね、パンチの強い作品となっております。読みますね、そのまま。5年生の男の子が書きました。タイトルは僕らの遊びってことです。1行目から読みますね。お母さんが僕にやってほしくない遊び。はい、もう1行目からですよ。もう分かってるんです。このギリギリというものはですね、お母さんにやってほしくないというのは彼らは理解してるんです。続けますね。お母さんが僕にやってほしくない遊びは三四郎池で遊ぶことです。まあ、近所にこう池があるんでしょうね。やることはしょうもなくて危険です。来ましたね。やることはしょうもなくて危険なんですよ。お父さんお母さんから見て、なんでそんなことするのとか思うんですけれども、本人たちも分かってるんです。あ、しょうもなくて危険だな、みたいな。でもそれはですね、やるんですよ。続けて読みます。三四郎池に行くには階段を下ることが必要ですと。それでも自転車で降ります。来ましたね。階段を降りていくんですよ。階段を降りていくんですけれども、男子は階段歩いておりませんよ。自転車で降りるんですよ。ガタガタガタと。このガタガタが何よりもこの快感であるというふうにもう過言ではないかと思います。そうすると、汚くて深い池が見えます。それが三四郎池です。僕たちはそこをプールにしています。なぜプールにするんだと思いますよね。書いてるじゃないですか。汚くて深い池だと。大人だったら入んないですよ。お母さんだったら絶対入ってほしくないですよね。それを選択するのは私なのよと。どれだけそれが大変なのか知ってますかと言いたいけれども、彼らは入るんです。ただ、これ理由があるんです。なぜここをプールにするかには理由がありますと。近所のプールを使うには子供だけじゃ入れません。お金も取られます。そう考えると断然マシですと。子供たちなりに考えてですね、子供たちだけで行けないっていうのとお金かかっちゃうからこの池を選んでいるんだと。理由があるわけです。たまに声がつつきます。蛇もたまに見ます。他にも滝があります。そこを登ります。落ちたら怪我をするかもしれないけれど登ります。そして臭くなって帰ります。はい、落ちました。ドーンですね。臭くなって帰るということは完全に落ちてますよね、この滝からね。いろんなこうね、声がつっついたりとかですね、そういったものがあるんだけれども、落ちたら怪我をするかもしれないけれども登るんです、男子を。その次もありました。僕は友達と帰り道に逮捕ゲームをしていますと。名前からドキドキしちゃいますね。逃げる場所をいつも決めてですね、そしてたまに逃げる時間が15秒の時もありますが、一生懸命逃げ回りますと。男の子の子供たちですね、例えば、2人いるとしたら1人が追いかける役でもう1人がこう逃げる役なんでしょうね。で、その時には、体がしおれるぐらい走ります。そして時折隠れます。隠れている時、僕はいつも思います。なぜここまでして逃げるんだろうと。しかし捕まえられたくないのです。捕まえられたら男のメンツが丸つぶれなのです。だから痛くても血が出ても絶対に自首はしません。もう書いてありますね、こうやってね。彼も思うんです。とね、逃げてる時に隠れて、なんでこんな逃げてるんだろうなと。でも捕まったらダメなんです。これ男の子のですね、プライドなんでしょうね。まあ、つまりこういったですね、男の子っていうのは遊びを通じていってですね、自分のですね、アイデンティティをこう形成していく部分もあります。俺はこんなことができたぞ。あと、俺はこんなこともできたんだっていうふうにですね、思っていくと。そして同時にですね、男の子とかのそういった遊びとかを見て、女の子はまあおしゃべりをしているみたいなところもありますね。で、この特徴何かというとですね、男の子はそういったギリギリの遊びを、一人ですることとかなくですね、いろんな友達とかとしていきます。そうすると、その友達とですね、自然と、俺たちあのギリギリの遊び乗り越えた仲間だよな、みたいな風になっていくんです。こうすることによって、それぞれこう絆を認識していきたってですね、あとはここが自分の居場所なんだっていうのを認識していくと。で、同時に女の子とかはですね、そういった光景を、男子っていつもああいうことしてるよねーってお話ししていると、おしゃべりしていると。このおしゃべりしている関係性でこう絆を認識していって、さらにそこでここが自分の居場所なんだっていうのを認識していく。つまりはそういった遊びすべてにですね、子供たちのこう自己肯定感ですね、あとはその居場所っていうのを認識する、一つのですね、ヒントが隠されているということでもございます。さあ、では最後でちょっとまとめます。赤い箱の子供たち、まあ、男女差はほぼありません。あるとしたら、ここの2位のところぐらいですね。で、なんとかこう説明しました。この遊びが多いですよってことですね。先ほども伝えた通り、生き物探しであれば一人一人がこうやっているような状態。同じ遊び取り組んでるんですけれども、子供たちとしてみればみんなで遊ぶっていうよりも自分がやってるっていう認識が強いです。で、青い箱の子供たち、何かというと男女差が出てきます。こういった形ですね。そして集団の遊びになっていきますよと。先ほどお伝えした通り、泥系チームでの鬼ごっこであったりとか、チームでこう生き物を探していったりとかですね。あとはこう絆を認識するとこう書きました。まあ、先ほどお伝えした通りです。自分その遊びを通じて、この遊びを一緒にやった仲間なんだよっていうのを子供たち自身でこう感じていくと。そうすることによって、それが一緒の仲間なんだな、この時間時にいる時の自分たちの安心できる関係性の人たちなんだなっていうふうにこう思っていくと。
ということで、子供たちの遊びにはこうしたですね、成長のヒントが実は隠されているということでございました。さあ、ではこの遊びを実際にですね、ちょっと考えていこうかと思います。2つ目がですね、こちらですね、遊びのメカニズムということで話をしていくと、こちらですね、まあ、先ほどお伝えした通りですね、いろいろ遊びにはあるんですけれども、実はじゃあ遊びってどんな特徴があるかというとですね、こんな特徴があります。まず1つ目がですね、みんな大好きですね。実際ですね、サマースクールとかもそうなんですけれども、あとお父様お母様方もご経験あるかと思うんですけれども、遊びに行くよって言って、ほとんどの子が「やったー！よっしゃー！」って言いますよね。逆に遊びに行くよって言うとき、いやー、できないです、できないです、行きたくないですっていうことほとんど見たことありませんよね。つまり子どもたちにとって遊びっていうのは大好きなものです。一方で、例えば勉強とかってなったりすると、ちょっと、勉強かっていうふうにマイナスに感じてしまう子とかもいるんですけれども、じゃあみんな大好きなことによって何があるかというと、全員がこう主体的なんです。意欲的でもあって、この、みんなが大好きで主体的にできるっていうところが一つ遊びの特徴かなと。で、遊ぶことによってじゃあ何があるかというとですね、こう信頼関係がこう構築されていくというのがあります。これですね、象徴的な出来事があってですね、まあ、子どもたちと信頼関係を築くために何をすればいいかというと、実は遊びなんです。というのも、これ私実際に体験したんですけれども、サマースクールでですね、実際経験したことがありました。サマースクールでこう初めて子供たちと会うっていう時にですね、初対面の子供たちばかりなので、じゃあ子供たちとどんな風にこう関係性を築いていこうかなという時に、まだ私がサマースクールにですね、そう初めて行った時とかですね、いう時にあったんですけれども、当時ですね、子供たちの中ですごい流行っていたものがあったんです。妖怪ウォッチって皆さん覚えてますかね、がすっごい流行ってたんですよ。で、まあ、じゃあ子供たちこれが好きだから、これ全部覚えていこうと思ったんですよ。で、私それ初めて見てですね、その子供たちにですね、会うためにですね、一生懸命全部のですね、こうキャラクターを覚えてですね、ちょっとなんか単語帳みたいな感じで覚えてるんですよ。このキャラは、これ、あ、正解。これはこれ、あ、違ったみたいなですね。受験勉強してるのかなっていうぐらいですね、一生懸命覚えたんですけども、で、一生懸命覚えて当日迎えました。で、子供たちに会いました。予想通りですよ。着てるんです、その妖怪ウォッチのシャツを。あのキャラはなんとかだな、あのキャラなんとかだな、みたいな風にですね、もうはい、予習しまして、私は、みたいですね、いうぐらいの感覚で臨んでいってですね、で、子供たちと会いました。あ、なんとコメディと言います、よろしくね、なんていうの、あ、太郎くんだったね、太郎くん、そのシャツ、あれだね、妖怪ウォッチのシャツだね、そのキャラクターなんとかだよね、みたいな風に、もうどんどんどん話していけるんですよ。じゃあ子供たちも最初、あ、そうなんだ、これ、そうなんだよ、っていう風に嬉しそうに話していて、あ、よしよし、作戦は成功だと思ってですね、やっていったんですけれども、川遊びとかですね、実際外遊びのタイミングになったらですね、大きな違いが出ました。何かというとですね、私一生懸命そうやって覚えて子供たちの好きなものをですね、に寄せていったんですけれども、私実際遊んだ時にですね、とある隣のリーダーがいたんです。その隣のリーダーですね、何かというと、全然その妖怪ウォッチのこと知らなかったんです。子供たちの好きなものとか、それ何、初めて聞いたよとかって言ってたんですけれども、どんな時にじゃあヒーローになったかというとですね、川遊びの時とかに子供たちと目いっぱい遊んだんですよ。一生懸命誰よりも水かけしたりとか、誰よりも生き物を捕まえたりとかっていう風にしてですね、そしたら子供たちがみんな集まって、うわ、すごい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 みたいな。で、私は全然こう魚とか捕まえられなかったので、私の周りから子供たちがどんどんいなくなっていくみたいですね、いう現象がありまして、なぜだろうなと思ってたんですけれども、これが確信に変わった出来事がありました。昔サマースクールでテレビの取材が入ったんですよ。その時にですね、つるのたけしさん、今パパタレントとして活躍されてますね、いうの方と、あとは石原良純さんですね、気象予報士の。このお二方がサマースクールに参加して子供たちと一緒に遊びますっていう時間があったんです。その時にですね、顕著だったんです。何があったかというと、じゃあ川遊びスタートでーすって言ったら、石原良純さん足首ぐらいまで入って、うわ、冷て冷てよーって言って、で、子供たちが水パシャッとかけられても、やめろよ、かけるなよ、やめろよってふうに言って、いうのがあったんです。一方、つるのたけしさん、川遊びスタートですって言った瞬間に、よっしゃ行くぞーって、もう走って川まで入っても腰ぐらいまで使って、一気にその場所で子供たちにブワッシャバッシャバッシャバッシャ水かけ始めると。10分後何があったかというとですね、石原良純さんの周り誰も子供いなかったんですよ。なんで俺の周り全然いねえじゃないかよ、なんでだよってくるって。で、一方、つるのたけしさんの周り、その川遊びの場にいた子供たち全員が集まって、全員が水かけ合戦したんですよ。で、これを見た時になるほどと思って、何かというと、ここにも書いたんですけれども、遊びって子供たちにとっての大人との共通言語のようなものなんです。何かというとですね、やっぱり子供たちというのは一緒に遊んでくれる大人とかっていうのが大好きなんです。だから子供たちのことをですね、が好きなものとかに合わせていくっていうのももちろん大事なんですけれども、子供たちと一番の信頼関係を築くためには、やっぱりこう遊ぶっていうところが一つヒントになってくるんです。だからこそ、子供たちと一緒に遊ぶっていうことがポイントになってくるし、この信頼関係を築くためには遊びっていうのが一つですね、ポイントになってくるというところでもあります。そしてですね、この遊びの特徴というところですね、発展していくと、こちらですね、上達の方式と書きました。これ詳しく説明していきます。次の項目ですね、こちらです。
遊びでやってるものっていうのはですね、まあ、ここにも書きました。主体的だから、ほんと好きなんですよね。で、好きだからこそ努力をして、その結果上達をするというですね、この公式が遊びの中には実は隠されているということがあります。これ実際私も経験があったんですけれども、私昔ですね、野球をやってたんです。年長から中学3年生ぐらいまでやってまして。で、高校生からバスケットを始めたんです。で、どちらがじゃあ好きなスポーツか、どちらの方がうまくできるかというと、実は私バスケットの方が上手にできるんです。野球よりも。で、これ何かというとですね、バスケットはもともと中学生の時に遊びから始めていたんです。で、遊びで始めて、休み時間もバスケット、放課後もバスケットみたいな。週5日の学校のうち全部バスケットやってるみたいな。で、土日で野球やるみたいなのがあってですね、まあもちろんその取り組んでる時間っていうところもあるんですけれども、一番はですね、私はバスケットが遊びから始めて好きなものになったからっていうところがありました。で、実際じゃあ高校生になった時どうしたかというとですね、高校生、私東京都出身なんですけれども、進路を選ぶ時に選んだ高校がですね、当時東京都ですね、ベスト4とかに入る。わかりやすく言うと、あと1回勝ったらもう全国大会出場ぐらいのですね、高校を選んだんです。周りからはですね、猛反対されました。絶対やめておけみたいな。素人のお前が言ってできるわけがないとって言われたんですよ。でも私の中ではそういったものは一切耳に入らず、なぜかと言ったら好きだったんです。遊びで始めて好きだった。そして、じゃあ実際部活入りましたというところですね。皆さんの中ではもしかしたらですね、ああ、じゃあそこでレギュラーになったのかな、全国大会出たのかなみたいな美談をですね、ご期待されてる方、もしかしたらいらっしゃったかもしれないんですけども、現実は甘くなかったです。やはりベンチ入りもできないですし、試合にほとんど出られないですし、で結果もですね、全国大会出られなかったんですけれども、でも私の中でそれが決して嫌だと思ったこと一度もなかったんです。例えば、放課後の練習とかもですね、厳しかったんですよ。すごく厳しかった。あと先輩とかもやっぱりですね、厳しかったです。何かというと、そんだけ全国大会に出るようなですね、高校になので、だから周りの同級生はみんなその部活で入ってきた子ばっかりです、高校に。部活で推薦を受けて、筆記試験とか中入ってきた子たちが多かったので、周りからすれば全国大会を目指して俺らの周りに素人入ってきたぞみたいな厳しい目があったんです。けれども、全然私はそこにですね、めげることなく。で、放課後練習もですね、こう全部の練習が終わった後、自主練残っていいんですけれども、まあ、最後まで残ってやってたりだとか。で、朝練もあったんですよ。朝練これ自主練なんです。だから強制参加じゃないんですけど、私毎日テスト期間とかも行ってて。で、そうしていくとだんだんですね、高校2年生の後半ぐらいからですね、だんだん自分でも分かるぐらいこう上手くなってきてですね、試合にも出られるようになったりとか、公式戦に出られるようになったりとか、あとは、試合でもですね、活躍できるようになってきたんですよ。けれども、まあ3年生の最後の時にはですね、こうベンチ入りはできずというところではあったんですけれども、じゃあその毎日の朝練習とか放課後誰よりも遅く残ってるとかっていうのが苦労したかとか大変だったかとかって言われたら、全然そんなこと思ってないんですよ。で、そこの背景にある何かというと、やっぱりこの遊びで始めて好きだったからってところが大きかったです。その結果、そういった練習とかに関しても努力なんですけれども、決して私の中で、苦しい努力と思ったことは一度もなかったんです。じゃあ一方、野球どうだったかというと、一言で言えばやらされ感でした。父がですね、こう野球を絶対やらせたいんだって思いでですね、始めたんですけれども、そういった思いで始めたので、私年長から始めたんですけれども、全然野球うまくならずですね、小学生も中学生も野球をやっていたんですけれども、一回もですね、こうレギュラーになることとかはなくだったんですよ。それもそのはずですよね。もともと好きではないものを始めたから、努力もこれも本当に苦痛でしかなかったところがありました。だから、どれだけこう監督とかからですね、あと父からですね、こういうふうにやれとか、このメニューを練習をやれとか、自主練でこういうふうにしなさいとかっていうふうに言われても、一切私、やるはやるんですよ。やるはやるんだけれども、全然身が入っていないので、結果的に上達はしなかったです。そんな負の感情を抱いたのも野球を続けていったっていうのもあったので、まあ、野球がだからちょっと今ではかなりこうちょっとですね、億劫なものになってはいるんですけれども、じゃ何が大事かというと、やっぱりこの遊びで始めてこう好きでやってるかどうかってところが大事になってくるんですよ。よくですね、こう何かじゃあ上達をさせましょうとか、うまくさせましょうとかいうときにはですね、ここが意外と考えられがちなんですね。この努力をするとか、ここに皆さんフォーカスするんです。たくさん努力をしましょうとかっていうのがあるんですけれども、実はそのベースにある部分はこの遊びで始めたものかとか、で遊びのように思えてるものかとか、好きなものかどうかってところが大事になってくる。この2要素がない限りは努力をしてもやっぱ上達はしていかないってところが。で、まとめますと、じゃあこういうふうに遊びで始めて、好きなもの、努力をしていく、上達するってなったら、これ自己肯定感が上がっていくんです。なぜかというと、やはりこう自分の中でも成長を感じられるんです。これができた。これが成功した。こういったですね、小さな小さな成功体験であっても、それをどん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 積み重ねていくと。しかもその成功体験を積み重ねるための努力ってものを全く苦に感じないので、その結果できるようになって自信につながっていくということなんです。ですので、まあ、子供たちのですね、遊びからですね、じゃいかにこの好きにさせるかとか、
その遊びから始めたものっていうのは、やはり大きな意味を持ってくるものでもありますので、まあ、こういったですね、この仕組みによって子どもたちの遊びによって自信が育まれていくという仕組みがあります。では最後ですね、親子遊びは一緒にということですね。最後、親子遊びのポイントについてお話をしていこうと思います。もうここに書きました。一緒にということです。何かというとですね、ここですね、子供は大人の映し鏡ですよということなんです。これもですね、象徴的な出来事がありまして、親子企画がありますよと先ほどお話しましたよね。私も親子企画何度も何度もこう言っててですね、すごくいいなと思ってですね。で、とある親子がいました。A さんの親子でした。で、そのコースは火起こしをして、その火でカレーを食べましょうというコースだったんです。で、火起こしもですね、ただのこうマッチで火起こしではなくて、メタルマッチとかファイヤースターターと言われるんですね、火打ち石みたいな形で、こう、シュッと火花を起こして、その火花を麻紐とかティッシュとかに移す。で、その後、枯葉とかですね、薪、小さな小枝とかにつけていって、どんどん火を大きくしていくっていうのをやりましょうという時間だったんです。で、キャンプとかやられてる方とかは簡単にこうできるかと思うんですけれども、今回その参加された方々が初めてそういったものに取り組まれる方々でしたので、皆さんじゃなかなか苦戦したんですよ。で、とあるですね、この A さんの親子ですね、何があったかというと、じゃあ火起こしやりましょう、用意スタートって言ったらですね、まずお父さんが、こういうのお父さんがやるんだよ、任せろっつって、あ、じゃあお父さんできるのかなと思ってみたらですね、一発目シュッつ、なかなかつかない、2回目シュッつかない、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 30分経過したんです。でもお父さんずーっとやってたんです。で、それを見て子供はじゃあ何したかというと、頑張れ、お父さん頑張れ、お父さん頑張れっていうふうにずっと応援していたんです。で、一方で B さんという親子がいました。この親子何かというとですね、A さんと親子とは真逆でした。じゃあ火起こしスタートでーすって言われたら、じゃあ早速ですね、お父さんがほら、もうやってみろよっつって。違う違う、そうじゃないよっつって。だからさ、説明してたじゃん。こういうふうにやれって言ってたじゃん。やれよ、ほら。っていうふうに言ってたんです。で、1日目はそれで終わったんです。無事にこう火も起こしてですね、カレーも食べて。で、2日目です。自由遊びの時間がありました。で、自由遊びの時間は火起こしを再チャレンジしてもいいですし、親子で例えば虫取りとかをしてもいいですよみたいな風に、本当にその親子で自分たちで遊びを決めていいですよっていう時間だったんですけれども、面白かったのがですね、 A さんの親子はですね、何をしたかというと、もう真っ先に火起こしセットを取りに来て、火起こしセット貸してくださいって、あ、じゃあどうぞって。で、火起こし再開って思ってですね、お父さん昨日悔しかったからやるのかなと思って見ていたら、次はですね、お子さんがやってたんです。 A さんのお子さんが昨日のお父さんと全く同じような姿で、よし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 ずーっと火起こしをしていると。で、次お父さん何してるかというと、その姿を見て、お、頑張れ頑張れ、いけ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 っつって、いうふうに応援していると。昨日のお父さんとお子様の姿が全く逆になったということがあったんです。これすごい面白いなと思って。一方で何があったかというと、 B さんの親子、どういうふうにしたかというと、自由遊びスタートですって言われたら、ベンチでずっと座ってました。お父さん何するっつって、虫取りたいっつって、お前行ってこいよっつって、虫その辺いっぱいいるよ、捕まえておいでっつって、お父さん見ててあげるからっていうふうに言っていたんです。で、これ見てですね、私思ったのが、あ、子供たちにとって大人はまさに映し鏡なんだな、というふうに思ったんです。よくこう子供たちと遊ぶときにですね、じゃあ子供たちに遊んでいいよとかっていうふうな声かけがあるかと思うんですけども、実はその声かけっていうのはいらないんです。じゃあ子供たちがたくさん遊ぶためにはどうすればいいかといったら、ここなんです。大人が楽しむ姿が重要なんです。お父さんお母さんが楽しんでる姿を見ると、子供たちもやりたいな、面白そうだなっていうふうにやるんです。なぜかというと、お父さんお母さんというのは子供たちにとってそれだけ安心できる存在だからなんです。安心できる存在の大人の人たちが楽しんでいる姿、じゃあ僕もやってみたいなっていうふうに思っていくと。ですので、まあ、ここにも書いたんですけれども、一緒にっていうところは、このお父さんお母さんが楽しむ姿が大事だからこそ、一緒に遊んでくださいねっていうことなんです。つまりこれ言い換えれば、今ですね、火起こしの例を挙げたんですけれども、どんな遊びでもいいんですよ。例えば公園に行って鬼ごっこするとかでもいいんです。よくですね、こう相談を受けるのが、なかなかうちアウトドアとか経験ないんですけれども、どういう遊びしたらいいですかねと言われるんですけれども、まあ、この光景見たから私は思ったんですけれども、本当に近所の公園とかでもですね、街中とかでも全然良いと思います。お父さんお母さんが楽しんでる姿をまずは見せるっていうところが、子どもたちの遊びのですね、一つきっかけになってくるんではないかと思います。そして、まあ、書きましたね、親子遊びのポイントとして母の安心っていうところで書きました。これ何かというとですね、まあ、母の安心がこの安心につながるんですよというところでですね、つながってくるんですけれども、これもですね、実際こう教室で例がありまして、何かというとですね、ある4年生の女の子だったんですけれども、この子ですね、こう引っ越しを何回かこう経験してる子だったんです。で、お父さんお母さんから相談を受けていたのが、最近ちょっと学校の子たちとなんか仲良くないみたいなんですよね、なんか先生から聞いてもらえませんかって言われて、あ、分かりましたって言って、で、本人に聞いたんですよ。最近なんか学校でうまくいってないのって言ったら、いや、そんなことないよ。別に学校の友達とか好きだよっていうふうに言ってて。じゃあ、学校の友達とか最近遊んだりしてるとかっていうふうに聞いたら、うん、あんまり遊んでないかなって言ってて。
あ、そこはじゃあお母さんお父さんも思ってた通りなんだなと思って。え、なんで遊ばないの？って私から聞いたら、え、別に友達とかが嫌いってわけじゃないんだけど、なんか私があの子たちと遊ぶって言うと、お母さんあんまりいい顔しないんだよね。なんかあんまり遊ばなくなっちゃった。なんかお母さんが嫌な顔するのも嫌だし、っていうふうに言っていて。で、これ何かというと、まあ、子供たちにとってお母さんというものがどれだけこう大きな存在かという話になってくるんです。よくですね、こう、花丸学習会は、こう、説明会とかもそうですし、あと講演会とかでもそうなんですけれども、子供たちが健やかに育っていくためには、お母さんという存在が大事ですよと。お母さんは家庭では太陽なんですと。お母さんが輝いていることで、子供たちもキラキラ輝いていくんですよと。逆にお母さんが曇ってしまうと、子供たちも曇ってしまうんですよというふうにお伝えしています。これもまさにそこにつながってくるなと。子供たちが、こう、健やかにこうですね、元気いっぱい外で遊んでいくためには、やっぱりこのお母さんの安心というところが必要になってくるんです。ただこれですね、お母さんがじゃあ安心できるようにしましょうと言っても、なかなかこう簡単なお話ではないです。ですので、まあ、できるポイントとしては、例えばですけれども、信頼できる人にですね、こう子供たちを預けて、そこで遊ばせるとかもいいかなと思います。例えば学校とかでもいいです。あとは学童とかですね、地域の、例えばスポーツ少年団とかでもいいと思います。そういった少年団とか子ども会とかでもですね、例えば遊びの企画とかが行われていますので、お母さんとかお父さんがですね、あ、この場所なら私自身も安心できるなという場所に預けていただいて、でそこでこう子どもたちを遊ばせるきっかけになるというふうにですね、お母さんお父さんも安心して預けることによって、子どもたちも安心して遊ぶことができると。つまりそこがですね、こう遊んでいく上でも、親子遊びしていく上でも、やっぱりお父さんお母さんがまずはこうほっとしていられる状態っていうのが大事になってくるというところでもあります。ですので、まあ最後まとめますとですね、どんな遊びでもどんな場所でも親子遊びは OK なんです。この子供たちが、大人が楽しむ姿を見せるということ、あとはお父さんお母さん、特にお母さんですね、が安心している姿を見せるというところが一つポイントになってきます。ということでですね、30分という時間で、お話をさせていただきました。今日のお話がですね、何か皆様の、子育てのヒント、また親子遊びの、ヒントになればなと思いますので、ぜひですね、この動画を見て、また他のいろんな方にもですね、ご紹介いただければなというふうにも思いますので、お願いいたします。では最後にですね、告知がございますので、お知らせいたします。まず1つ目ですね、2020年度のですね、花丸学習会の、新年度生の募集が、スタートしております。体験授業無料でございますので、ぜひですね、お友達にお誘いいただければと思います。また今日のですね、講演会のアンケートもですね、画面に表示されております QR コードから、または概要欄からも入力することができます。ぜひ入力していただければと思います。このアンケートがですね、私にとって励みになります。もう率直な意見いただければと思います。ここが分かりにくかったとかですね、ここが分かりやすかったとかですね、率直な意見いただければ、それが私にとって宝になります。次の講演会に生かしていきますので、ぜひ、ご入力いただければと思いますので、お願いいたします。続いての告知です。高尾正信のオンライン講演会が決定いたしました。ありがとうございます。ということでですね、親だからできること、これからの時代の子育てということですね、日時が、表示されている通り、2022年、1月21日金曜日、オンラインでの講演会ですので、皆様ぜひご覧いただければと思います。時間が、21時から22時30分でございますので、お仕事されている方とかもですね、比較的見やすい時間かなというふうに思います。ぜひですね、たくさん見ていただければと思いますので、お願いいたします。そして最後のお知らせです。今回のこの配信している花丸講演会寄せ、次回がですね、小林俊平による自信を育む習慣となっております。またこれまでにもですね、例えば男の子研究だったりとか、第一子長男長女についてであったり、国語にあったり、算数のことであったりとかですね、さまざまなジャンルで今回講演会ご用意しております。ぜひですね、皆様のですね、ニーズに、合う部分あるかと思います。またお友達で、そうだ、こういうところ悩んでたんだ、これどう？っていうふうにですね、紹介していただくのも良いかなと思いますので、皆様の子育ての一つヒントになればと、思いますので、ぜひたくさんの動画見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、以上で、お話を終了させていただきます。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。